バンクーバー水族館は、カナダ、バンクーバーのスタンレーパーク内に位置する一般向けの水族館である。水族館として、海洋研究、海洋保全、海洋生物の保護の中心を成していて、バンクーバーの主要な観光スポットにもなっている。水族館の入り口前には、先住民族とオルカとのつながりの深さを物語るビルリードが、デザインしたオルカのブロンズ彫刻がある。 ショーを行うベルーがザ・バンクーバー・パブリック・アクアリウム・アソシエーションが1950年にアブックの水産海洋学の教授マリー・ニューマン、カール・リーゼ、ウィルバート・クレメンスにより設立された。その後、投資家や政府の支援を得て1956年6月15日に開館した。カナダ国内で公式に開館した最初の一般向け水族館であり、カナダ国内では 最大、北米でも5番目の規模を持つ水族館となった。1964年、世界で最初にオルカの飼育、展示を始め、その他に、現在も含め、クジライルカ類の中では、ベルーが、イッカク、イルカなどを飼育してきた。日本の水族館の中では、江ノ島水族館と交流が深く、1985年に、落港、バンクーバー水族館から、 江ノ島水族館へ譲った歴史を持つ。建設中の新しい施設が2014年にオープニー予定。水族館の敷地面積はおよそ9000平方メートル100以上の水槽展示に合計9500トンの水量がある。バンクーバーアクアリウムオンラインハットコトリップ海外版バンクーバー秋文社2016年21ページ。 ISBN 九百七十八から四から3 9 8 1 5 4六6 8ありがとうございます。